Oh. So, what are we doing here? Why? さて、この小舟を借りるとしよう。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。What? He can fit! 冗談だよ。僕はここで待ってるよ。トルガルとゆっくりしてきて。ああ、少し待っていてくれ。What? With a bone? Okay, where is Jill? I kind of miss the trio. Where are we going exactly? あの頃のままか。秘密の場所があるのは島の中央だ。Oh. Okay. この道をお前とよく競争したな。Not with this speed, bro. The hell?ここは俺たちの秘密の場所だったな。Aww. ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。あ、トルガル。もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。ああ。それは俺の。まさか。ずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。クライブ・ロズフィールドを忘れずにいてくれて。こいつはもっと行こう。思い出を忘れないように。That's cute. Oh, there's more?この先からロザリス城が見えたはず。そうだな。あの丘に寄って帰ろう。うん、この先だ。Where?
おお。トルガル、お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の、いや、みんなのこれからを守る番だ。さあ帰ろう、俺たちの家に。It was nice. Ooh. Increase Toggle's attack potency. Wow. Never knew we had an item like that. Mata seta na. Iku to shio. Aww. Right.Which one is that? No. Okay, aiming high is here. All right. Where? Oh, we're here. What am I looking for?ミドが言っていたのはこれか。あたりをもう少し探してみよう。Would be nice. Thank you. Oh, this is for me. Okay. ミドのところへ戻ろう。Ah, not yet. Let's go to the.Mata, and then we go to meet, and then we do the graveyard scene. 銀チョコボのことを聞いてみよう。少し話を聞いても。ああ、いいとも。銀チョコボを探してるんだが、どこかで話を聞いてないか。銀チョコボ？そういえばこの辺りで見たというやつがいたな。どこかの廃屋だったと思うが。近くを通っただけで襲われたとか。奴らはもともと北部の生き物だ。黒の一帯に追われて移り住むしかなくなって気が立ってたのかもしれん。廃屋か。助かった。探してみよう。イースポーン。Oh, I still need to talk to people. I thought that was like a very good, like.Clue. Hi. Do you sell anything? Yeah, okay. How many you sell? What the hell? You musician piece of crap. I see. Oh, yeah, I can do the thing. Right.I forgot about that. I'll just sell the whole stock, why not? Hoka ni uru mono wa? Hai, doumo. Hai, tashika ni.Let's see. I assume there's an achievement for this. If not, I just wasted a lot of money. Another 8k. Okay. Hi, どうも。
他に売るものは？ I'll see if I have enough. I feel like probably missing like some area, but whatever. Any merchant here?How big is this place? Ah. 何か用かね。銀チョコボを探してるんだ。何か知らないか。ああ、少し前に噂を聞いたばかりだ。何でも数年ぶりに人里近くに出たってな。この近くに？そうだな。確かリアンノン山道の方だったと思うが。ありがとう。助かったよ。Where would he be? The next question. Oh, what? ベアラーたちがイーストプールに移住して、ここも落ち着いたわ。お父さん、キラキラ光って綺麗だ。ようやく宿に空きができたぞ。まずはマーサと話してみろ。Would anybody be down here though? Nah, I don't think so. Man.I wish it's not vague, man. Who's the third one? I'll go in Marta and see what's going on. Unless they kick me out. Oh, Marta. Anybody here? No. How are you doing? You came to me. It's the past. Ha ha ha. Da kara.あんたを見てるとさ。OK。みんなによろしくね。Game, tell me, who's the third one? Man, she's somewhere. さあさあ見てきな。でよ。食うもん食って元気を出さなきゃ。マーサさんに相談する。いらっしゃい、お客さん。何でも用意するから欲しいものを言ってね。いや、少し聞きたいことがあるだけだ。銀チョコボのことなんだが。直接見たことはないけど、噂なら知ってるわよ。銀チョコボって北部だと幸運の象徴でしょ。 It's ambrosia。 だからそれに目をつけた連中にたくさん駆られて、ものすごく警戒心が強くなったらしいわ。寝床でも見つけない限り姿を見ることはできないかも。そうだったのか。ありがとう。邪魔したな。Unless Ambrosia is white. 銀チョコボが近くにいるのは間違いないようだ。リアンノン山道に廃屋か。Is that nearby? Oh yeah. Which one is closer? I think Eastwood is closer.Hello. Bye bye. Yep, there we go. Okay, man. I don't see anything. There's Akashic? No, there's odd, not echoes. Are they supposed to be here? I can entertain them.Okay.
I'm going away from it. Oh, there's a gap? Where? What? There's a gap? Where? What the hell? この辺りは特にチョコボの足跡が多い。もしかしてあの廃屋が銀チョコボの寝床なのか。Hello? No, no. これは銀チョコボの羽。Hmm? Are you okay?Oh, it's probably protecting a baby or something. 安心しろ。危害を加えるつもりはない。お前の羽だけもらっていくぞ。去っていったか。とにかく銀チョコボの羽は手に入った。ガブに届けてやろう。Wait. Come down. Wait. お役に立ててよかったです。はい。ありがとうな。みんな、インフェン？おお、戻ったか、クライブ。それで、銀チョコボの方はどうだった？見てほしいものがある。こいつは銀チョコボの羽じゃねえか。どこでこんなもんを。実はマーサの宿で。Is it really though? そんなことが。銀チョコボは警戒心が強いようだ。俺が寝床に足を踏み入れてしまったせいで、もうあそこには帰ってこないかもしれない。ようやく移り住んだんだろうが、人を襲ってるようじゃ先は長くなかっただろう。お前が気にすることはない。それにしてもさすがはクライブ、大したもんだよ。話を聞きに行ったついでに奴の羽を手に入れてくるんだから。さて、あとは用意しといた彫り物に取り付けるだけだな。彫り物？ああ、お守りの本体ってところさ。お前が出かけてる間一生懸命彫ってたんだ。こいつにはトートエイビスって魔物の骨を使うんだが、なんと新人のエンバーが手に入れてきたんだぜ。シド、聞いてください。適正試験の時の魔物トートエビスをついに一人で倒したんです。ナイス。すごいじゃないか、エンバー。よくやったな。I'm not sure you can hear the TV outside. 試験に合格できた気分ですよ。It's kind of loud. お守りの完成だ。あ？どうよ、エンバー。すごく綺麗ですね。銀チョコボの羽飾りも骨で作った彫り物も。だろう。早速エッタさんに私に行かねえと。ああ、行ってこい。何言ってんだ、お前も来てくれよ。ほら、さっさと行くぞ。What? ラッキーガイ。嬉しそうだったな。
Yo, 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 blacksmith. 一仕事してやろう。どれが欲しい？ Let's go. 大事に使えよ。 Yeah, half past twilight. Ooh. またな。 Am I equipped?How does it look like? You can't see. Shido, Buzi ni modotte kuru wa yo ne. Ah, not bad. And I'm curious, where is Jill?Jody's here. Clive-san. Edda, 体調はどうだ？ええ、おかげさまで。あら、お二人とも。お揃いでどうしたんです？エッダさんに渡したいものがあってよ。何でしょう？ラブさん、これは？俺の故郷に伝わるお守りさ。隠れ家の仲間たちと作ったんだ。北部では無事に赤ん坊が生まれてくるよう、そいつに願いを込める。今はこの隠れ家のみんながあんたとお腹の子の家族だからさ、もらってくれると嬉しい。本当に本当にありがとうございます。きっと元気な子を産みますね。体を大事にな。はい。なあクライブ、これから一杯付き合わないか？ああ、いいだろう。飲みすぎだ。いいだろう、今日くらいはガキが生まれるんだぜ。別にお前の子じゃないだろう。このご時世に奇跡みてえなもんさ。無事に生まれてくれるだけでよ。俺の袋は死の間際に女の子を産んだんだ。息をしてなかったけど、俺はその子の兄貴になることをずっと楽しみにしててな。こんな身でも可愛い妹ができれば一人前になれると思ってたんだろう。だから家族を一度に失ったあの日、悲しみと同時にふと思っちまった。はあ、俺は立派な兄貴になれないんだ。家族を殺されたってのにそんなことを。まったくひでえやつだよ。俺には人の上に立つ度量も力もない。結局他の誰かにすがらなきゃ何にもできねえんだ。シドやお前に比べりゃ俺はただの役立たず。絡み酒か。なぜお前に調査を任せると思う？
ああ単独で動けるやつだからさ、調査任務は危険だ。機転、度胸、判断力、どれも欠ければ死につながる。俺はまだ生きてるぞ。ああその通り、お前だから全ての任務をこなして無事に戻ってこられる。それにもう忘れたのか、少し前ロザリス城で俺たちの窮地を救ったのは誰だ。そりゃ俺だ。役に立ってるよ十分に。ありがとうよ兄弟。何かあったらみんなを頼むぞ。そいつはごめんだ。自分で何とかしろい。飲みすぎたな。あ、自覚があって何よりだ。くっそ、涼しい顔しやがって。さて酔いを覚まして仕事に戻らねえと。クライブ、なんだ。ありがとうよ。あ、Are we gonna die? I feel like we're gonna die. Ain't no way. I said I was the... Okay, bro. Kraibe. いつかお前をとことん酔わせてやるからな。飲み比べならいつでもかかってこい。ただし、お前が潰れない範囲でな。涼しい顔してられんのも今のうちだぜ。俺様秘蔵のきっつい酒をお前の部屋に置いといた。今度飲むときはあいつで勝負だ。楽しみにしておこう。オッケー。Oh yeah, the dungeon. Shit. Getting less and less, man. It was a grind, bro.Man. Mido, 頼まれていた材料を持ってきたさ。 Please be. これだ。ありがとう、クライブ。それで飛空艇の模型は作れそうか。実は設計していて、部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度はなんだ。小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックスオンじいちゃんに特注で作ってもらってたのに、どっかになくしちゃったみたいだ。歯車？そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。 From way back when? Really? 歯車には心当たりがある。
子供たちが持っているかもしれない。おチビたちが持ってるの？捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくから、そっちは頼んだぞ、クライブ。That was important for this? Are you serious? Bah. You still have it? そうね。シド、先生の様子はどうだった？大丈夫。いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当によかった。新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごい。わお、OK。僕たちも何かの役に立てるかな。ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻したとき、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それなら、ジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて、すぐに取ってくる。あれから僕たち、シドに教えてもらった通りに、いろんな道具のことを勉強してるんだよ。ストップ。いつかミド先生の発明が手伝えるようにって、みんなで頑張ってるんだ。そうか、立派な貴公子になる日も近そうだ。オッケー。ねえ、シド。歯車があったよ。僕たち役に立てた？もちろんだと思う。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくね、シド。クライブ、歯車は見つかった？ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？よかった、これだよ。でかしたぞ、おちびたち。結局、そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして、すべての羽を動かすんだ。さて、組むぞ。OK。よし、できた。I assume this is a prototype。うまくいってくれ。Ah. やっぱ飛ばない。 Titans dead. Damn, he's dead, bro. 飛ば好きだったのか。ミスリル機関の応用さ。推進翼の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。But there's no window. You're like underground. 気になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド。だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。Go, you need wind. There is no wind.
悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。I guess that's for me。 こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむやつらを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。どうだろクライブ。任せろ。I still feel like you need to win. みんながワクワクして宝探しできるように、もっとミスリル機関を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさクライブ、希望にすがるこんな世界じゃない。小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ、分かってる。ビビーン。Hey. ミド、あの飛空艇の模型だが、お前の手元に置いておかなくていいのか？大丈夫、必要ない。あれは私にとって夢の残骸。五条を大事に抱えるなんて柄じゃないしね。言うもんだ。でもまあ、偉大なるミド様の作品としては。But 価値があると思うんだ。だからクライブに譲ってあげる。この先すごいお宝になるはずだから大事にしておいてよ。ああ、そうしよう。偉大なるミド様になってしっかり価値を上げてくれ。ねえ。よし、行こう。父上の強き心と強き絆か。騙し、利用し、陥れ、祭り事はまさにマックスと言っていい。貴族派の主会であったおじいさんが娘である母上に処刑された。この腕輪は確かに父上の思い、祈りなのかもしれない。You mean this was his tombstone? I found this way back when? God, what? I didn't expect this to be his.私のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後。ただ守ってもらうばかりで、僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく、意志を持って常に
い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力のすべてで。ああ、俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い、人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします、父上。近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。うん。Whoa. It'll be nice if we did the Ozawian pose, you know. I think it would be a nice touch in the end.俺たちのやるべきことをやろう。僕も一緒に行くよ、兄さん。Well, Joshua has joined Clive's party and remained with him until departing for Origin. What the heck do you mean by that? Isn't he here? What? Wait, did I ever read this? Or did they not show it last time? I forgot. I'm gonna look at it back, actually. Because I don't remember seeing that exactly. Right? Okay, I think that's the end.What? Why is there one more? Time done. Who is it? That's not him. Joshua? 兄さん、父上の兜は兄さんの部屋に置かせてもらったよ。Why? 戦いを父上にも見届けてもらおう。そうだな。最後まで頼むぞ、ジョシュア。うん、任せて。ああ、兄さん、ここまで来た。ああ、兄さんだからさ。いや、お前もだ、ジョシュア。クライブ兄さん、父上。でも。きっとね。うん。一緒に行こう。Okay. Let me check the thing. Did I have like all of them? I don't think I did because I'm guessing that last mission is. Yeah. Okay. That makes sense.Yeah, whatever this is. One more. No, two more. Wait, what? The fuck? Wages of Fate. Do you remember what you told me that night at the Phoenix Gate? That while the fate of Bozavia sits on my shoulders, the fate of his dominance sits upon you. But are we not both dominants of fire? Does not the flame of our forebearers...burn in both our hearts? Should I not protect you as you have protected me?
You have chosen to be my shield. Now let me choose to be yours. Is this not what our father wanted? What Cid wanted? To cast aside fate and forge our own path. Grant me this, Clive. Let me be your strength. Concerned for Jill, my beloved son. Oh, I'm sorry about that. What? You don't think we're just saying about that stuff hiding my engine, did you? Wouldn't you know? I already have a fine spot picking out and everything. But if you're going to go on this grand adventure, you need to be quick about your business with that bloody god of yours. Take too long and somebody more clever might beat you to the prize. I suppose in that case, I will bury you one of my lesser inventions. Goodness no, I have countless. Okay, girl. Edda's in front of the silver bow, we gave her. So much so she's been taking to setting it atop her belly as her rest. She rests. To hear her tell it, the rascal kicks something fierce when she does too. Sounds like we have another fighter in our hands, and none too soon. I can hardly wait to teach our newest little Cursebreaker everything I know. Though, I suppose we can all celebrate first. No need to get ahead of ourselves now. The two of you have been together for what probably feels like a lifetime now. But there's still a lot you have to learn about your hound of yours. He stepped in front of the bloody raging behemoth if it meant protecting you. But that don't mean you should take it for granted. At the end of the day, he's your hound. And sometimes he just wants someone to pat his head and rub his belly and give him a handful of coconuts. You do good to remember that. Here, not long removed from the last you placed yourself between us and peril, I sit and pen yet another letter in which I try and find words to somehow express the gratitude of the entire town. Still, something feels different about our latest triumphance. Where in the past we learned ever so heavily upon your good graces, this time we found strength elsewhere, in ourselves. Our hardship has shown us that which should have been apparent all along. We are not as different as we want to believe. Does a peasant love his homeland as any less than a noble? Does a bearer love his family any less than any other man does his own? Is this love that has united us and given us true strength? Should every troll, Akashic bandits and brigand in the realm come charging at our gates, we will not fret, we will not falter, we will fight, and we will win. I'm not so foolish to believe that single shaming at the hands of the town urchins can dispel a lifetime of hatred built up in one's heart, just as a pot cannot be made clean by reminding it of its grain. It takes effort, persistence, and more often than not, a stiff brush and a bucket of lye. But more than that, it takes time. Unfortunately, your courage and leadership has granted us just that. We must now decide whether to embrace it or to waste it. A wise man once said that the night is always darkest before dawn. It's always a good thing that I count one of the burns so bright amongst friends. Thank you, Clive, for ever indulging the whims of the dawdling old soul. I am ashamed that for far too many years I am allowed stubbornness and fear to keep me from something so simple as letting a friend know how proud I was of him. Your intervention has lifted a heavy pall from my heart. Perhaps upon your triumph return from the skies, you might be inclined to set a page that quill I gifted you. There are many of us who would hear a first-hand account of your time with the Holy Prince, myself included. Ifrit, you have my sincerest gratitude for reuniting me with Master Hypocrites, that I may embark upon his most important of journeys, my heart free of regret, though in this past few moons I've come to realize that the longer I spend in the company of you and your brother, the deeper I find myself in your debt. We must swiftly see the mean menace of the Otomar, if not to save the world, to save me from eternity of recompense.
My Lord Marquis, I write to thank you for the kind consideration you have shown for those named as written within the pages of the Book of My Martyrs. I know that you will move them deeply to know the first seal of the Phoenix laments their passing. Though each and every member of the Order stands ready to sacrifice their life in the service of the Phoenix, I do not doubt that those who have taken before their time go with regret for long years of duty left undone, that they should live on in the memory of the proud son of House Horsfield, such as yourself, surely go some ways in soothing their soul. Bringing together three men from differing backgrounds was not us. It felt not to be without some difficulty, however. Come together we did, for the better Ballista. The Trinity was but the first step. A longer, more bitter journey awaits of all of us. One that most certainly end up in hardship. Yet what matters most is the destination. But what can we learn from one another while on the road there? You have paved that road before us with your courage, Clive. Now we must have the courage to walk it. It occurs to me that the single word thanks does not nearly suffice to express my gratitude to reuniting me with from a distance, the tomb that made me who I am today, and yet I thought that I should never set eyes upon it again, that those who took it from me had forever robbed me of a part of myself, but now I am whole again, and thanks to you, I regret that I can only fill in the gaps of your knowledge, and not the holes in your soul, for which reason I shall ever be in your debt. Let me check something. お申し付けの通り、殉教した教団員の名簿を用意いたしました。ありがとう。見せてくれ。ダランにカイツ。ロザリアでは聞き慣れない名ばかりだな。我々は国の暗部を担う影の存在。真の名を持つ者は一人としておりません。作り名を記すほかないことをどうかご理解いただけますよう。作り名であっても彼らが生きた証であることに変わりはない。手間を取らせたな、恩に着る。こちらこそ閣下のお心遣いに感謝いたします。不死鳥の炎の絶えんことを。Is that it? Because I was missing something, Cyril. That wasn't it? Motherfucker. Though Icon brought her much suffering, the loss of Shifa weighs heavy on her heart. And we would be poor friends indeed if we did not seek to lighten that burden. Even by only a fraction, before we depart into the skies, I will speak on this more private. Okay. ジョシアの言う通りだな。相談してみるか。Priceless. Yo, bro. What is it? Where's Jill?手紙を読んだよ、ジョシュア。そのことで相談に来た。確かにここしばらくジルは気を張っているように見える。そうなんだ、心配なくらいにね。一息つかせてやれればいいんだが。でも彼女にそう言ったところですぐにはぐらかしちゃうだろ。だから多少強引にでも息抜きをさせた方がいいんじゃないかと思ってさ。何かいい案があればいいけど。息抜きか。そういえば子供の頃、ジルを元気づけようとして外に連れ出したことがあった。あの時は
彼女に綺麗な花を見せたくてマヌエの丘に行こうとしたんだ。父上の領内視察に同行した時だね。初めてみんなで遠征した日だったから覚えてるよ。雪月花を見に行ったんだっけ。二人がいなくなって結構な騒ぎになったんだ。ちょうど花が咲く時期だったからな。結局あの日は季節外れの嵐でそれどころじゃなかったが、後でマードック将軍にこっぴどく叱られて、俺にとっては苦い思い出さ。ねえ兄さん、もう一度挑戦するのはどう？ジルも喜ぶんじゃないかな。なるほど、いい考えかもしれない。だが、うん、今のロザリア南部は荒れてるからね。変わらずに雪月花が咲いているかどうか。ジルを連れて行く前に一度様子を見てくるか。なら僕も一緒に行くよ。支度したらすぐにでも出よう。 Thanks man. Where are you going? Man, see you. Man.Oh, it's like close by, what? Here be Vosfields. What? I think that they... 間違いないはずだが。残念だけど、全部枯れてるみたいだ。北が黒の一帯に沈んでからというもの、この辺りも随分と様変わりした。兄さん、他を探そう。ここの雪月花がダメでもまだ咲いているところがあるかもしれない。ロッキーポン。そうだな、植物園の連中なら知ってそうだ。隠れ家に戻って話を聞いてみるか。それがいい。僕も心当たりを調べてみるよ。わかった。それじゃ一旦引き上げよう。Law keeper, the master of laws. Man, what? Thank God that was like pretty quick. Like right beside the teleporter. 植物園の連中に話を聞いてみよう。Gardener, so okay. Wasn't expecting them.アローンや各地にいる協力者たちの物資が届いてよかったぜ。Yo gardeners! How green is this place? Seems pretty green to me. Actually very green. シド、何かご用ですか？雪月花という花のことで聞きたいことがあってな。ロザリア南部以外にあの花が咲いていそうな場所を知らないか。雪月花というと比較的風の強いところに生息する花ですね。ザンブレクのマクルデュロア丘陵であればもしかしたら咲いているかもしれません。あの辺りはロザリア南部に植生が似ていますし、海沿いは黒の一帯の影響も少ないですから。ありがとう、探してみるよ。 Thank you.兄さん、You just casually stepping on the grass patch? マクルデュロワ丘陵に咲いているかもしれないと。確か、あそこはノースリーチを抜けた先。ヨーテの記録とも合致するよ。彼女は旅の記録をつけていたからね。見覚えがないか聞いてみたんだ。Okay. そうしたら、ノースリーチ近くの海沿いで雪月花らしき花を見かけたと。よし、早速行ってみよう。Nice. 兄さん、マクルデュロワ丘陵に行ってみよう。雪月花が咲いてるといいけど。Where is that? Royal Meadows? Oh, is it that place? It, no way. Is it really the place that I thought, like, yeah, this looks nice?No.
町のために我々もできる限り。How are you? Okay, bye. 私も一人の住民として。Let's go.月下が咲いているとすればこの辺りと思うわ。ヨーテが見た海沿いを当たってみよう。Oh, they just magically grew. Okay, man. Should have said something. あの花。ああ、間違いない。だが、まずはこちらを片付ける。Fuck me. Okay, what was that, bro? I'm so not focused right now. Yes. Torgan, どうした? What the hell? I wasn't thinking about it.Okay. Let me put my game face on.Get out. Who flung me? Was it the ogre? That last minute hit? Damn. やっと片付いたな。Looks good. 見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな。ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。
さてと、僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。OK。 Jill, were you at my room? What?ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ。ついてきてくれ。月下がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシュアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃、いつも泣いていた私を見て、クライブが言ってくれたの。泣かないで、花を見に行こうって。嵐に会って、花は見られなかったけど、連れ出してくれたことが本当に嬉しかった。泣いてる君に気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て、元気になって欲しかったんだ。私がロザリアにやってきてからも、北部が揉めているって噂は耳にしていた。対抗派につくか、貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって。自分がいさかいの原因だってことくらい、幼い私でも分かったわ。それ以上に、私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら、悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル、でもあの日、あなたが来てくれた。あなただけは私を見て、嵐の中でも手を引いてくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それに、あのね、クライブ、あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて、花が咲いた。まっすぐ上に、お日様に向かって。その時分かったの。私が下を向かずにいられるのは、あなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。全て片付いたら何がしたい、ジル？
そうね。旅をしましょう。バリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど俺には真似できないよ。ありがとうクライブ、ここへ来てよかった。本当に大好きよクライブ、私の宝物。That was sweet. 名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ。行きましょう、クライブ。Whoa. What's that supposed to mean? Who's following me? I'm confused.You mean I can choose? Wait a minute. You mean I can choose? Does that make sense? No, there's probably a line from Jill.It feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. That afternoon on Man's Hill was our very first adventure. But somehow I knew even then that would not be our last. I will never forget that day. And the simple fact that you have not either fills my heart with joy. So fierce that I cannot describe it. Since the moment we first met, you have always been an important part of me. The half that makes me whole. When time's at darkest,You are my light. When I am lost, you are my guiding star. You are just what I need. You are all that I need. You are the greatest gift. クライブ、ちょっといいかしら。どうしたんだ。あなたに受け取ってほしいものがあるの。What is it? 飾り布。オルタンスがくれた布で作ったのよ。クライブが好きな色だから。ぜひ使ってって。彼女、きっと知っていたのね。私が縫おうとしていたこと。そうか。ありがとう、ジル。でも、どうしてこれを？戦に向かう騎士にお守りを渡す習わしがあるんですって。大切な人を思って縫った手作りのお守りをね。白は理想を追い続ける純潔な信念の色。そして私も常にそうありたいと思っている。
だから一針一針思いを込めて縫ったわ。あなたの信念と共に歩めるように。この飾り布を手にすると気持ちが引き締まる。そしてあなたが必ずここに帰って来られるように。だからそれまで持っていてね。Shit, Jill, don't say that. To never say that. いよいよね。これで最後に。そうだ。ねえ、クライブ。取り戻してみせるよ。ありがとう。きっとね。クライブ。あ。きっと、行けるわ。Thank you.